それではこれより管の取り消し訴訟の提起について、地盤改良工事が及ぼす環境影響の、懸念についての会見を行います。まず玉城知事よりコメントがの発表があります。よろしくお願いします。本日沖縄県の公有水面埋め立て承認取り消し処分に対して国土交通大臣が行った採決の取り消しを求めて、地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与の取り消し訴訟を提起しました。県は平成31年4月22日付で国地方係争処理委員会に対して国土交通大臣が4月5日付で行った採決を取り消すべきであるとの勧告を求める審査申し出を行いましたが、去る6月17日申し出を却下するとの決定がなされました。公有水面埋め立て法は承認と免許をはっきり分けており、沖縄防衛局長は一般私人と同じ立場ではありえない固有の資格により埋め立て工事を進めております。また沖縄防衛局と国土交通大臣は内閣の一致した方針に従って辺野古埋め立て工事を進める政府の機関であり、国土交通大臣の採決はあたかも選手と審判を同じ人物が兼ねているようなもので、まさしく自作自演、結論ありきで公正さに欠けていると言わざるを得ません。これらのことから県は審査申し出において同局長が国民の権利利益を救済するための行政不服審査法により審査請求を行うことは違法である旨主張いたしました。このことについては昨年10月110人もの行政法学者から制度の乱用であり法治国家に戻るとの声明が出されております。しかし国地方係争処理委員会は承認と免許は結論として同じであるとして、採決は同委員会の審査の対象となる関与に該当しないと判断しました。県としては当該決定に不服があるため、本日福岡高等裁判所那覇支部に訴えを提起したものであります。沖縄防衛局長が審査請求を行うことについて、これまで裁判所の判断が示されたことはありません。このような形で国が国に審査請求をするのは何かおかしいという素朴な疑問をお持ちの方も多いと思います。裁判所におかれてはこれらの声に耳を傾け、地方自治の理念に照らし国と地方のあるべき姿を示す判断をしていただきたいと考えております。次に軟弱地盤につきまして、政府が計画する地盤改良工事が実施された場合の環境影響の懸念を取りまとめましたので、本日その結果を公表いたしました。政府が示した報告書によると、計画されている地盤改良工事は大浦湾内に90隻を超える作業船を用い、7万7000本に及ぶ砂食いを海底に打ち込み、必要な砂の量は東京ドーム 5.25 個分に相当する約650万リューベイに及ぶという大規模な工事とされております。しかしながら同工事に伴う環境影響の検討内容は不確実性の高い地盤改良工事の計画を前提とした上で予測の根拠となるデータを示さず、サンゴ類や海藻藻類等への影響を検討せずに、地盤改良工事のみによる影響を切り出した客観性に欠ける恣意的なものであり、地盤改良工事に伴う環境影響の懸念を払拭できるものとはなっておりません。県としましてはこのような辺野古埋め立て工事の問題点を指摘し、今後沖縄でどのようなことが行われようとしているのかを国内外に発信することによって多くの人に知っていただきたいと考えております。そもそも辺野古新基地建設問題について、県はかねてから政府に対し司法によらず対話による解決の必要性と重要性を繰り返し述べております。申し上げるべきことは申し上げ、問題点を指摘しながら政府に対し対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く訴え、辺野古新基地建設阻止、そして普天間飛行場の運用停止を含む一日も早い危険性の除去を求めてまいりたいと考えております。私は過去2回の知事選挙を含む一連の選挙、そして県民投票によって明確に示された普天間飛行場の辺野古移設に反対するとの民意に沿い、全身全霊で県民の強い思いに応えてまいります。県民そして国民の皆様におかれましては、
なお一層のご支援、ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。令和元年7月17日、沖縄県知事、玉城デニー、以上です。はい、それでは今回のテーマに関するご質問をお受けいたします。まず県内幹事社の琉球放送さん。はい、県内幹事の RBC です。はい、再びこの清掃処理の却下という判断を受けての裁判という形に入っていきますけれども、これまでの結論とは違うその司法の結論を導き出していく上で、この法廷上の戦略とかですね、主張についてどういった主張されていくのかといったことについてどういうふうにお考えでしょうか。よろしいですか。じゃあ、今回の裁判の中で訴えるのは3点です。一つは、行政福祉審査法を使うことについては、これはあくまで一般市民を救済するための制度なので、国が、その本来固有の資格において基づく場合には適用されないはずであるという点が1点、それから、この承認取り消し処分をしたのは副知事、ジャハナ副知事です。行政福祉審査というのは行政の内部で見直す制度ですから、最上級行政庁に対して、行政庁内部で最上級行政庁に対して福祉審査するのが原則です。ですから今回、最上級行政庁、県知事がいるので、そこに対してやるべきなのにそれをやらずに国土交通大臣にするということをやったとて許されないということが2点で、もう1点、先ほどの知事のコメントにあった通り、まさに、この辺野古の問題に関する今までの一連の経緯からするのとですね、これはもう防衛局というものと、国土交通大臣というものがまさに一体化をして、制度をいわば乱用したものだという、この3点がなります。で、特に法律上の主張の問題としては、この固有の資格の問題、係争位で新たに出た問題、それから、審査請求先の誤りの問題、これについては、行政法学者の方、かなりの数の行政法の学者の方にいろいろ意見を聞いておりますので、これから意見書の提出等を踏まえてですね、その点については、またこれまで係争位で主張していない、さらに学者の意見を踏まえた形で内容を充実させて主張していきたいというふうに考えています。すみません、知事からも気持ち含めて一言いただけますか。はい、県としましては、この本件却下決定に、そのこれまで今説明があったことと同じような思いを持っていることから、本来ならば、司法によらず問題を解決するところですけれども、今晩、そのことについて、その決定を求めていくという方針に、決定したものであります。はい、では次に県内幹事社の産経新聞さん。産経新聞の杉本と申します。今回の訴訟とは別に、県は報告訴訟の準備をされていると思いますけれども、これについてはいつその訴えを起こすと思いますか。はい、じゃあこれは事務方でいいですか。はい、6月議会の議決を受けまして、今広告訴訟についても訴状や資料の準備をしているところでございます。その準備が整い次第、また改めてご案内を差し上げて、きちんと訴えの提起に持っていきたいと考えております。以上です。次にですね、幹事社以外からご質問をお受けいたします。複数質問がある場合は何問あるとつけていただいて、1問の問いにお答えしてから次の質問をお願いしたいと思います。2問程度にしたいと思います。ではですね、ご質問のある方、挙手の上で会社名とお名前をお願いします。ピナータイムスの目からです。県議会でですね、この今回の関与取り消し訴訟で直接ではないんですけれども、広告訴訟 の議案を審議するときにですね、過去の、裁判6件では県が勝ったことはないと、で今後新たな訴訟を展開するのはこう費用対効果の面でおかしいんじゃないかというふうな野党からの指摘もありました。で今回また新たな訴訟に入るにあたってですね、裁判を進めていく意義というか、を知事の考えを思います。いいですか。確かに今県会でこういうような議論があったことは承知しておりますけれども、今回の関与取り消し訴訟はですね、国土交通省が行った採決に対して、あれ違法な関与だということを求めるものです。で広告訴訟についてはですね、
この採決の違法性そのものを問うということになります。で、この採決の違法性についてはですね、前回、国土交通省は決定してないわけですね。執行停止の決定をしてない、採決をしてないということですから、初めて今回の広告訴訟で、審議がなされるというふうに会議をしております。ですから、広告訴訟を行うことについてですね、いろいろ議論はあったということは承知しておりますけれども、改めてですね、この裁判所の方に、国土交通大臣が行った採決についてですね、しっかり検討して、求めてまいりたいと。それから関与取り消しについても、実は前回のものは和解で一旦取り下げているというような経緯もありますの で、その際にも平成28年の和解の時にもですね、この件についてはやはりいろいろ当時から疑問は呈されているということですので、まさしく先ほど松永先生ともおっしゃっていたようにですね、この件についてもしっかりと検討して、固有の資格の問題と、さまざまな論点出ておりますので、一方で110名余りの業者各社も主張しておりますので、こういった件もですね、しっかりと主張してまいると。そういったことがないと、先ほど知事のお話にもありましたけれども、行政庁、地方自治体が行った行政処分に対してですね、同じ内閣の無知で、いわゆるその決定処分を取り消すことができるというような対応になって、もう状態化してしまうと、まさしく地方自治は崩壊するだろうと。そういった面でも我々しっかりとこの件についてですね、裁判所において、県の考えをも主張してまいりたいというふうに考えております。なんか訂正するのがですか。特に訂正ではありませんけども、今回も採決に対する関与取り消し訴訟、執行停止も採決、機会としますけども、概念としては今までこの訴訟で県が別に負けたことはないんですね。今までの執行停止決定に対する関与取り消し訴訟では、かつての大永知事の行った職権取り消し処分についてもあれは和解で終わりました。むしろ裁判所からは固有の資格ではないかということの心証は私は持ったのではないかというふうに捉えています。で、広告訴訟についてもこれは干渉破産の訴訟とは全然類型が違いますので、今回のこういう採決に対する広告訴訟についてはまだ結論は出ていない。そういう意味では今回、今回のこの関与取り消し訴訟、それから議会で議決をされた、広告訴訟についてのこの類型の訴訟についてはいまだ司法の判断で、示されてはいないという状況にあります。毎日新聞の映像です。知事は、就任以来この問題について対話による解決ということを常々おっしゃってきましたが、今回法廷闘争に至るということに対して率直な、今の思いを教えてください。もう一点、今後訴訟に至るとですね、その対話っていうのが難しくなる可能性もありますが、その点どのようにお考えですか。今日もかねてから政府に対しては対話による解決を求めています。その必要性重要性は繰り返し述べてきている通りで、それはこれからも、変わることはないというふうに私は思っております。しかし過重な沖縄の基地負担の軽減を図るためには、政府に対しては言うべきことは言い、しかも問題点は、指摘しながら、必要に応じてその基地負担の軽減は連携して解決すべきであるということについては、政府も異論がなかろうというふうに思ってはおります。しかし今回国土交通大臣は行政福祉審査制度を乱用して、採決の名を借りた違法な関与を行ったことから、県においてはその取り消しを求める訴えを提起したもので、今後も対話によって解決策を求めていくという民主主義の姿勢を政府に対して強く求めていきたいというふうに思います。はい、お時間となりましたので、これで本日の会見を終わります。ありがとうございました。